音楽と言葉でステージを作っています。ここ舞台となるこっきりな喫茶店で紡がれる音楽を皆様どうぞお楽しみください。ここはこきりか喫茶店。今日もさまざまな音が聞こえる。Thank you.
ここはコキリカ喫茶店。富、名声、力、すべてを手に入れた後、何が残る？ここはコキリカ喫茶店。心に残るのはただ一つ、柔らかな光、あのメロディ。Thank you.
りか喫茶店。恋の始まりはリスクの始まり。ここはこきりか喫茶店。ラン・ア・リスク、リスクに走る。
コキリカストーリー第3話、不眠症の狼のお話。狼。あら、いらっしゃい。またお疲れね。まだ忙しいの？忙しいのはもうずーっとだよ。ずーっと。それ頑張っても報われないやつに言うセリフじゃないぜ。でも言われたくて来てるんでしょ。うわ、何これ、このコーヒーさっきもコメダで飲んだけど、何これ、めっちゃ甘いんだけど、何入れたの？蜂蜜。だってあなたは苦いコーヒーなんて飲めないじゃない。うわ、ここでも蜂蜂ブンブンだよ。何それ。
忙しいとさ、いつも蜂に追いかけ回されるべみんだよね。それがめっちゃ怖いの。でさ、まあね、突然耳が聞こえなくなろうが、突然まっすぐ歩けなくなろうが、俺の代わりなんて誰もいないんだからさ、やるしかないのよ結局。突然蜂に追いかけ回されようがやるしかない。いいおっさんが言い訳なんかできないだろう。そう、言い訳すればいいじゃない。体壊したらどうするの。そっちの方がいろいろ迷惑かけるでしょ。言い訳なら私が聞いてあげるから。たまにさ、電車乗ってると昔のこと思い出すんだよね。懐かしい地元のやつら、お前もいてさ。今は俺も一匹狼とか言われてっけど、まあ昔はみんなでよくつるんだじゃん。いろいろと青臭いこともしたよなーって。まあそれを思い出せるだけでも俺はまだ大丈夫。寝てないけど頑張れる。まだまだ大丈夫ってさ。お前さ、今度プチ同窓会みたいなのを開いてくれよ。お前仕切ってくれる。じゃあさ、あなたまた昔みたいに歌ってくれる？考えとくよ。じゃ、ごちそうさん。I'm not afraid.